横渡り島は、鹿児島県の虎津列島に属し、同列島の最南端に位置する、無人島である。宝島の南南西約 42km、奄美大島なぜ港より、北西約6 0キロメートルに位置し、鹿児島県鹿児島郡豊島村に属する。宝島の住人などには、小神と呼ばれる。また、過去には、与え並天島と呼ばれていた。 海底火山を成因とする火山島であり、付属当初の上野根島が近海にある。薩南諸島における横渡たり島の一横当たり島と上野根島。フェリーと島より、撮影直径7 0トルの海底カルデラ外林山上に位置している。東西二つの清掃火山から構成されており、その間を、 幅約150メートル程度の狭いサスが、梅氷炭型の形状になっている。東方の頂上部には、直径約350メートル、深さ約260メートルにも達する加工地形が、良好な状態で残されており、最新の噴火は1万年前より若いことは、確実とされている。加工内部は、商用樹林で覆われており、微弱な噴気が発生している。 島の周囲は、海食崖に囲まれ、最高点まで休憩者が続き、居住に向かない地形、地質である上に、火山ガスによる、硫化水素種があるため、有志ラ頼人が住んだ記録はない。他のトラレット島の無人島同様、昆虫、植物等の固有種、亜種が多く生息、自生すると推測されているが、無人島であることと上陸が厳しいことなどから、 詳しい調査は、まだされていない。地質は、安山岩を主体とする。有志依頼人が居住した記録はなく、加えて古島であることから詳しい歴史は分かっていない。江戸時代末期の薩摩藩士、名古屋左玄太に書かれた、南東雑話には、与え並天島として紹介されている。南東雑話によれば、与え並天島と続投の上の根島には、 三姉妹の女神がいるという伝承がある。この伝承において、長女の女神は、天見大島の女神に、次女と三女の女神は、日本の女神から愛されたが、これを妬んだ長女の女神によって、横渡たり島の噴火が起こった。これを沈めるために、弾痕を模した木を作って備え、祈りを捧げた。これ以来、船舶が、あえな天の金棒を通過する際は、 乗船している男の船員と同じ数の弾痕を模した木を作り、島に備えて順風であることを祈ったとされる。近代になっても人が居住することはなかったが、1974年から1994年まで、天見大島、名瀬市の業者が、微老の採取を目的に定期的に来島していた。この際、島には、ヤギが持ち込まれ、繁殖し、野生化している。 その他にも、当時使用された小屋や、鉄塔の跡が残っている。上の根島の空中写真国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上の根島は、横渡島の北方、約 2.4km に位置する、無人島である。標高 280m。この上の根島も横渡島を構成する。 海底カルデラの一部と考えられている。島の北西某には、上野根北西小島という小島がある。マッシューペリーが訪日した際に、上野根島に、クレオパトラアイランドと名付けたという伝承があるという。横あたり島と、同じく移入されたヤギが、野生化している。ありがとうございます。